黙祷。よしよし、ついたついた。黙祷。お進みくださいませ。阪神淡路大震災経験してない僕たちの世代が、まあ、こういう集いに参加することでやっぱりその思いを引き継ぐというか、参加する形が唯一引き継ぐ方法かなと一番最初に思うんで、まあ、絶対に毎年来ようっていうのは決めて。震災から23年です。実感が湧きません。昨日のようです。夢であってほしいです。兄弟友達が駆けつけてくれ、道具を持ち寄り、瓦礫を一つ一つ取り除き、数時間後にやっと次男のそばに行けました。悲しみを乗り越え、明るく安心して住みよい町づくりを目指し頑張ることが私の務めであり、息子のためでもあります。私たちは感謝の気持ちを忘れることなく、神戸をさらなる高みに押し上げていくとともに、自らの経験を生かし、防災・減災・安全・健康などの分野で他の都市や地域に貢献し続ける都市であり続けます。できません。